諦めてない。こんな時に風に転んで孤独抱え近づくことをやめた。でもね作り笑いうまくなっても変わらないとある日気がついたんだ。今クリアな青空に咲いた白いひまわりのように、音楽の力で熱く強く照らす。知ってた